Hello, everybody. I'm happy to be here again in Japan. Tomorrow I'm going to do my best to show a really nice fight. Thank you very much. Δεν ξέρω ακριβώς τι θα γίνει αύριο. Πιστεύω ότι θα γίνει ένα θεαματικό match. Αν ήμουν θεατής, θα έκανα ότι παίρναγε από το χέρι μου για να είμαι στο στάδιο και να δω αυτόν τον αγώνα. Νομίζω ότι θα είναι πολύ δυνατό ματς και θα έχει πολύ ενδιαφέρον.対するは民族紛争で祖国を追われ戦うことでしか生きる希望を見出せなかった男。悲劇の難民ファイター、ドラーゴ。昨年初出場で世界3位に輝いた強さの秘密は予測不能な変則攻撃。誰よりも勝利に飢えたファンタジスタが王座に向かって乱舞する。 変幻自在のドラゴか、一撃必殺のザンビですか、瞬き厳禁の帝王劇場、ここに開幕。 拳で頂点をマイク・ダンビです。ワールドマックス2070.0kg、ケガワールドマックス2070.0kg、第3位、ゴー！変則強打、悲劇の難民ファイター、ドラゴがぶつかっていく。 K1 ワールドマックス2070世界一決定トーナメント開幕戦、ドラゴとマイク・ザンビです。谷川さん、ついにこのカードが実現してしまいました。僕、今日はめいめいとも、そうなんですけど、この一戦すごい楽しみにしてるんですよね。そうですよね。どっち強いか全く分からないんですけど、どちらも破壊力抜群。果たして決着はいかに、ザンビですかドラゴか。 一瞬たりとも目を離さないでください。本当離せないですね。赤ドラゴ青ザンビです。まずはドラゴ左ハイ、しっかりガードしたザンビです。お互いに強打の持ち主ですから、体も強い、パンチも破壊力十分。先日オランダでですね、ワールドグランプリで行ってきたんですけど、アルメニア出身のドラゴなんですけども、今オランダの70キロで一番人気ありますね。なるほど。クラウスやサワーより上ですね。大人気ですよ。 マックス、デビューは去年でしたが、もうすでにその域まで達している、ものすごいやっぱりね、ハートをつかむキャラクターなんですよね、多分。入場からすでに観客を興奮の渦に導いてきた、さあ、そのドラゴがリング上何を見せる。畠山さん、両者なかなか入れませんね。そうですね、なんか序盤からの激しい打ち合いを期待したんですけど、意外と大人しいですね。右のボディを打っていきましたが、 こんなもんではありません。ザンビですも一度火がついたら止まらないスピード。連打がどう出るかですね。この右のローと見せかけての右のフックは前回のザンビです、4月の武田戦でも効果的に放っていきました。お互いに攻撃がクロスした時に、もう本当にあれですね、どちらが当たるか、どちらかが倒れてるでしょうね。拳と拳が交錯した時、どちらが立っているのか。 右のボディ、左ボディ、そして右のドラゴが向かっていく。すごいボディだ。この闘争本能です。ザンビディスは2003年にこのマックスのリングに日本で上がって、いまだにベスト8が最高記録。しかし実力は折り紙付き、なんとか結果を出していきたい。
負けられない一戦です。飛び膝、しっかりガードしているドラゴ、右のボディ、左ボディ、ザンビですわね。恐ろしくです。いやだけど本当この体でよく戦ってますよね。そうなんですよ ね、 167センチ、小柄ではありますが、一発であのクラウスを、あのキッドを沈めた、右のハイガードしていますが、ビシッという音が響いた武道館、右のミドルを返したドラゴ、腕を殺しに行ってもきましたね。ドラゴはガードをしているように見えますが、これが後々効いてくる。一発一発に意味がある。右のボディから左のフック、すでに1分残り切っている第1ラウンド。赤ドラゴ、青ザンビディス、ザンビディスは右のミドル、スピードを生かしたいい戦い方してますね。小刻みに状態を振って自分のペースに乗っていこうというザンビディス、足を使っています。考えてますよね、はい、一発で仕留められるパワーを持っているザンビディス。ドラゴも同じ、飛び膝、そして右のローまで、とにかく状態がいいんだ、今年は楽しみだというザンビです。フットワークはいいですよね。さあドラゴも今年は2年目、飛躍の年。右のミドル、あ左を伸ばした、返していくザンビです。打ち合い打ち合い、ドラゴやっぱちょっとパンチを避けてますね。第1ラウンドから両者緊迫したこのリング上、さあ次の3分間はどうなる。雰囲気の中、徐々にヒートアップしてきました。接近戦では左右のボディ、そして顔面へというコンビネーションザンビス、しっかりとガードを固めてコーナーを放っていこうと、お返ししようというドラゴ。ドラゴはちょっとやっぱりパンチの打ち合いは避けてますね。なるほど、まあ、ドラゴやらせようという、打ち合い見たいんですけどね、ドラゴもパンチ力ありますから。足蹴り、飛び膝、かかと落としながら振り技も持っているという、見つめている。さあリング上、ザンビですかドラゴか、第2ラウンドの3分間です。赤、悲劇の難民ファイターアルメニアドラゴ、そして青いグローブ、ギリシャアイアンマイク、ザンビですは鉄の拳、いいボディを見せましたが、すかさず中に入ってくるザンビです。このスピード持ち味、畠山さん、改めてザンビですのこのボクシングテクニックはもう K1 ではトップレベルですよね。そうですね、もともとやっぱりアマチュアでオリンピック代表のね、代表にまでなった選手らしいんで、スピードもありますよね、はい、そしてパワーまであるという。今日はなんかヒット足を使うのがいいですね。そうですね、そして接近戦で飛び膝も見せる。一気に試合の流れが傾くきっかけはどちらが作るか、右のボディから拳を突き上げたアッパーまで見せたザンビス、ロープに追い込んで左、右のミドル、ミュック、藤森さん、気を抜いたら終わりです。はい、赤ドラゴンサイドですが、ちょっと消極的と見てるみたいですね。もっとファイトしろと、でパンチからキックへのコンビネーションで自分の技をもっとたくさん出してこいと送り出しました。はい、赤コーナードラゴンサイド、駒田アナウンサー、珍しいですね、ドラゴが消極的というね、絡まれしますね、足使われて捕まえにくいんですよね。あ、なるほど、戦い方、あるいはプレッシャーもあるのかもしれません。ドラゴ肩口のハイキックがいいですけどね。右のハイ、藤森さん、はい、青ザンビスサイド、左の腕赤く腫れ上がっていますね。あとはお前が試合をリードしろ、そして右のアッパー、ボディのパンチは4つ続けろというシーンです。4つまで出るかどうかという伊藤アナウンサーは、青ザンビスサイドという、すでにしっかりガードしているように見えますが、ザンビス左腕赤く腫れています。1打1打が見逃せません。右の入りは効いてると思いますよ、ガードの上からですから、はい、膝を見せる。だからあの今日ザンビです、パンチだけじゃなくて蹴り目よく出てるんですよね、はい、パンチ一辺倒ではありません。非常にレベルの高い両者の総合的な力を持っているぶつかり合い、リング中央。いやでもドラゴも今までみたいに暴れ回るというわけがいかないか。さあリング中央、右のボディ、ザンビです。ザンビです、ボディもいいですね。ドラゴはどう返すのか、右のロー。畠山さん、ここまで互角と言ってよろしいですか。いや、やっぱり若干ザンビです、ザンビでしょうね、ドラゴンのやっぱり攻撃数が少ないですからね、主導権を握って多分試合を進めてるのはね、ザンビですから。さあ一気に傾く瞬間はいつ訪れるか。スピンキック、お
大技を見せますが右、やっぱりドラゴが後手後手に回ってますよね。なるほど、組み立てていっているのはザンビです。左のミドルを蹴っていく、ツーミフクキャルクダブルシェル、一気に見るのはザンビですが、右のハイス、右のハイはザンビです。はい、激しいぶつかり合いが続いて、あっという間にファイナルラウンドを迎えます。ドラゴかザンビですか。さあ、ファンが期待している KO 決着と形になるんでしょうか。ガードはしていますが、ガードをした左の腕はもう真っ赤に腫れ上がっています。ドラゴも強烈なキック。次の3分間でどう動くのか。右のミドル、そして左を返していこうというザンビです。さあ、緊迫したこの両者のぶつかり合い、ファイナルラウンドが始まります。拳に全てをかけるファイナルラウンド、左のロー、左ロー、右服を返したザンビです。ドラゴ、さあドラゴ出てきた、ドラゴが出てきた前蹴り、消極的という、その肘を受けてのことか。右の肺、左肺、回し蹴るまで見せる左右のボディ服、強烈左ロー返す、両者が出し合う、ぶつかり合う、負けるわけがいかない両者。ザンビですの左右の服、徐々に足を止めての打ち合いになってきた。この辺はちょっと打ち合ってほしいですね。はい、一瞬の隙を突くのはどちらか。ザンビです、調子ですよ今日。はい、ここまで、まあ、致命的なダメージザンビですもらってませんね。右ボディ、右フック、左小さくうまく打っていく、あーイメージだと。そしてローキックはドラゴン。藤森さん、はい、赤ドラゴサイドですが、セコンドはですね、もうファイナルだ、全てを出せ、多少のリスクは犯してももっと戦え、右のキックで相手をぶっ潰してこいと送り出しています。さあ、感情に訴えかけて勝負に出るかドラゴン。まあ本当にね、大きな差はないんですが、はい、やっぱりややザンビですの方がね、試合リードしてると思いますから。走り突破口を見出せるか。藤森さん、はい、青コーナーザンビスサイドも同じようにキックは OK、 ただ持ち味のパンチをもっと出して打っていけという指示です。両者譲らず金銭拳を出し合います。いい試合だ。そうですね、左の膝を振り上げた、それでも返していくドラゴン、このハングリー精神、闘争心です。右ボディ、左ボディと続けます。ドラゴンも下がらない。ドラゴンは前に出てくると体が頑丈ですからね。はい、体の強さ、両者の持ち味、あっという間に時間が経っていく。赤コーナーに追い込んで、さあ一発いくか、右ボディ、右クーン、ザンビです、やや打ちつけたか。ちょっとザンビ疲れてますね、はい、右服が少し大振りになってきた。前蹴りで距離を取るドラゴン、右クーン、右ボディ追い込んだ、コーナーに追い込んだ、効いてるのかな、ドラゴン効いてるかもしれないですね。ザンビです、チャンスか、右のハイ、右のハイ、ミドルを返すドラゴン、いざ両者譲らず、譲りませんね。左右のボディから顔面へのコンビネーション、ドラゴンも前に出る。さあ30秒だ、残り30秒、ファイナルラウンド。左フック、右の膝、もう多分すごい、やっぱりモチベーションが高いですよね。絶対負けたら終わりですから、これはスリップです、スリップダウン、負けたら終わりの開幕戦。マシリーガードしているザンビです、読んでいた、10秒切った。さあ出し尽くせ両者、左の右のローを返す、ファイナルラウンド終了のゴング、拳を先に突き上げたのはドラゴ、判定決着はどうなる。息を飲んで見守った日本武道館のファン、その前で出し尽くしました。それでも決定打という決定打まではいきません。これは判定難しいですね。畠山さん、手数やや試合の流れ序盤リズムを取ったのはザンビです。もう全体的にイニシアチブ握ってたのは僕
僕はザンビだと思いますけどね。どのような判定になるのか、さあ聞きましょう。30対30、3人とも30対30、差がつけられない。さあ大歓声に包まれてエキストラ延長の3分間が始まります。畠山さん、この延長残された3分間、勝敗を分かつポイントとどういうところなんですか？スタミナですよ。だとしたらやっぱり体の小さいねザンビですが、ちょっと低いですよね。ちょっと結構ね頑張りましたから、疲れてましたよね、はい、口を開けてファイナルラウンド終盤苦しそうな表情でした。ポイントはスタミナになるのか、ドラゴかザンビですか。エクストラダウン、大きな拍手に包まれた。 KO 決着かなと思ったら意外にも延長まで来ましたね。はい、残る3分間の激突、左、あーザンビスどうだ、効いているか。今ちょっとローブローブローですね、ローブローの指摘しました。ただ本当畠山さん言うように体の小さなね、ちょっとザンビですが失速してきましたね。ここ頑張ってほしいんですけど、徐々にその差が出てくるのか。ドラゴン頑丈ですからね、藤森さん、はい、青コーナーザンビスサイド、お前の両腕はどこに行ったという厳しい指示、力強く打っていくと言っています。なるほど、もうここまで来たら持ち味勝負、鉄の拳が火を吹くか。ザンビですね、試合をリードしてただけにもったいないですね。ここ頑張ってほしいですね。藤森さん、はい、赤ドラゴサイドですが、こちら落ち着きを取り戻しています。距離を取れと、お前の距離を取れ、そして左パンチから右キックのコンビで仕留めてこいと言っていました。どちらが力が弱くなってきたかな。さあ残る2分間余力残っているのはどちらだ。こういう消耗戦になったらね、体のでかい方は、ね、楽なんですよ。なるほど、楽ですよ本当に精神的にも。徐々に、まあ、ザンビですがパンチが軽くなってきたかのようにも見えますが、しかし一瞬たりとも隙を与えてはいけない。手数だけは出し続けることですね、ザンビですは。さあドラゴもギャンブルに来るか、倒しに来るのか。さあ残り1分半、ベスト8進出をかけて両者が全てを出し尽くす。ドラゴはローですね、もっとローを出さないとダメですね。バックロ ー、そしてかかと落とし。ドラゴも一発勝負か。ザンビスボディ、あーザンビスの左のまぶたカットしているという決定、引いていないよ。ドラゴ右フック、右フックにやつ追い込んだ、右のミドル、ザンビス左、あーザンビス出血しましたね、ましたね、左のまぶたのあたりでしょうか。ドラゴも疲れてきましたね、はい、明らかに回転数は落ちてきた。それでもどちらも譲らない。どんな決着が待っている。ザンビです、いいですよ、ザンビです、いいですよ、ザンビです、流血、後半3、ザンビです、いいですよ。それでも負けられない、今年こそ己の拳で頂点を。壮絶になってきましたね。ドラゴ左膝、下がらないドラゴ、ちょっとドラゴ手数足りませんね。30秒切った。前半良かったんですけど、赤ドラゴ青ザンビです。ワン、ツー、スリー。右の灰、ワードしたドラゴ効いていないという表情。残り10秒だ。ドラゴザンビです。マイリー。行く。激しい12分間の激突が終わりました。畠山さん。難しい、これは難しいですね。ファンも本当に息をするのを忘れてこの両者の激突に見入りました。これは難しいですね。左のボディから、前半はねトロコだったんですけど、後半ザンビです、出血してから、もう頑張りましたね、この野郎って感じで、身も心も全て出していこうという2人の激突はエキストラも終わって判定決着です。判定の結果をお伝えします。ジャッジ戸畑10対9青ザンビリスです。ジャッジ三浦は10対9青
わずかな差で延長ラインの3分間で差をつけた。ベスト8進出はマイク・ザンビリッチです。これはしょうがないと思います。しっかりながら本当に容赦にこのナイスファイトと捉えたい。素晴らしい12分間を見せてくれました。ドラゴのマイク・ザンビリッチの激突は延長ライン進出、鉄の拳ザンビリッチです。はい、ここまでのダンビングからもなかなか、そうですね、これまで見てこなかったような、本拠地の今日は良かったですし、なんて言っても根拠がありましたね、本当のダンビング。そしてドラゴンも畠山さん、最後まで譲らず、そうですね、お互いにこの一つのぶつかり合いというかですね、このいい戦いを見せましたね。今、名勝負を展開しました、両者に拍手を送りたいです。Πρώτα απ' όλα είμαι πολύ χαρούμενος που κέρδισε ένα τόσο μεγάλο αθλητή. Αλλά απ' την άλλη είμαι λίγο στεναχωρημένος γιατί δεν μπόρεσα να αποδώσω όσο ήθελα. Όπως είπα, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που κέρδισε ένα τόσο μεγάλο αθλητή και φυσικά που μου έδωσε το ένα από τα 8 εισιτήρια για να έρθω εδώ τον Οκτώβριο και να παίξω στο K1. I'm disappointed that I lose. I'm really sick now, you know. I just throw up. Yeah, before the fight. I was sick. I don't feel good. Yeah, he's a good fighter, but for sure next time it's gonna be a different result, you know. ライル日本人はこの男しかいない。生存競争激しいミドル級、3ヶ月後に行われる決勝トーナメントで勢力図は激変するのか。